長島スパーランド、長島スパーランドは、三重県桑名市長島町浦安にある、長島観光開発株式会社の運営する、大型レジャーランド、同社が形成する、長島リゾートの中核施設である。西日本有数の絶叫マシンの宝庫で、絶叫マシン愛好家や海外からは、東の富士急、西の長島と並び称されている。2017年3月現在、 園内でのローラーコースターの総数は大小含め12、機種、チールドラゴン2000、白鯨、アクロバット、嵐、嵐コークスクリュー、ルーピングスター、シャトルループ、ウルトラツイスター、ダブルワイルドマウスジェットコースター、シルレンコースター、ピーターラビットコースターにも及び、それまで日本一だった熊本県のグリーンランドの10機種を抜いて日本一となった。このため、地元東海地方は、もちろん、 関西地方をはじめとする他地方からの来園者も数、多い。夏には、屋外プール、ジャンボ海水プールも開業する。隣接して、当地開発の発端となった日帰り温泉施設、岩みの島屋、ホテル加水牧、ガーデンホテルオリーブ、ホテル長島のホテル群、アウトレットモール、三井アウトレットパージャズドリーム長島、2011年9月、増床、出店数では、 国内最大規模となるがある。長島リゾートとしての年間入場者数は約1、510万人であり、東海地方の主要施設の中では11年連続で、首位である。休日とゴールデンウィーク、お盆などは来園者が多く、特に人気の高いスチールドラゴン2000は2時間以上、待つこともある。しかし平日、特に午前中は空いていて、30分ほどで乗れる。 2003年10月より、イメージキャラクターとして、ピーター・ラビットのライセンス契約を世界で初めて締結し、園内でサンダル浮き輪などのグッズ販売も行う。もともと、昭和53年、1978年頃より、120年間ほど、ウッディ・ウッドペッカーが、イメージキャラクターとして使用されていたが、大阪にユニバーサル・スタジオ・ジャパンが開園になるために、 マスコットキャラクターが変更されたという経緯がある。石原プロモーションが制作した西部警察パート2第37話及び西部警察パート3燃える勇者たち正月スペシャルでは本施設内でロケーションが行われた。1990年代初頭までテレビ東京の日曜ビッグスペシャル夜8時のスポンサーであったため 東京のゴールデンタイムの番組では異色のローカル CM、長島とホテル加水、僕が出ていた。現在も関東でテレビ朝日のスーパー J チャンネルにて、遊園地とそのイベント関連、ホテル日帰り温泉のいずれかで流れている。CM は現在、地上波では関東から徳島県までの広範囲にわたって、BS では BS 富士にて全国一斉に見ることができる。 なお、温泉を意味する SPA を語源としているため、スーパーランドではない。2011年のティームのエンターテイメントアソシエーション発表資料によれば、年間利用者数は582万人。これは、全世界のテーマパーク別の年間利用者数で16位についている。日本国内に限れば、東京ディズニーランド、東京ディズニーシー、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに次ぐ利用者数でもある。 2017年11月18日19日の両日にわたっているキャラグランプリ2017が開催された。長島スパーランドの遠隔は次の通り、長島リゾートの開業50周年を記念し、2015年7月18日にオープンした。日本初の大型フライングコースターでスタートすると座席が傾き、乗客はうつ伏せの状態で走行する。 コース中には、プレッツェル状のループやスクリュー、ひねり回転、噴水による演出などがある。なお、トーフライングコースターのスペックは、アメリカ合衆国のにあるアトラクションとほぼ同じである。大型コースターの導入は、2000年オープンのスチールドラゴン2000以来15年ぶり。総工費は、約37億円。周辺施設含む。2017年3月10日にオープンした。 日本初の 4D スピンコースター。アメリカの S&S ワールドワイド車のモデルである。レールから横にはみ出した座席が走行しながら前後に回転をする。機械的に制御されておらず、乗客の重量バランスによって回転するため、乗るたびに回転数は変化する。走行費は8億円。フリーパスやアトラクション利用券とは別に、数量限定で販売しているチケット。 通常列に並ぶより短い待ち時間でアトラクションを利用できる。ただし、土日祝日及び混雑予想日の平日かつ、待ち時間が30分以上発生した場合のみの販売となる。料金は1枚1000円。時間指定はないが、混雑状況により時間指定券が販売されることもある。対象アトラクションは、スチールドラゴン2000、白ゲー アクロバット、嵐の4機種。白ゲート、嵐は乗り場の入り口。アクロバットはアクロバットカフェの券売機で販売しており、入り口ゲートで優先券専用の入り口から入場する。スチールドラゴン2000は出口に併設されているフォトショップで販売しており、出口から入場する。キッズタウンには次のアトラクションがある。世界最大級の屋外海水プール。 毎年7月上旬から9月中旬の夏季限定で営業する。10種のプールと55レーンのウォータースライダーはまさに日本は愚か世界最大級。2008年7月には小学3年生以下の子供とその保護者のみが利用できる屋内型プール、スパキッズがオープンした。愛、地球博においてグローバルループ上の4停留所を結んでいた。 電気自動車グローバルトラムを再利用したものである。2005年11月3日、宿より、長島リゾートトラムとして運行されていた。有料駐車場、遊園地、岩見の島、ジャズドリーム長島の間、約1キロメートルを約6分間で結ぶ。料金は無料である。現在はバスに置き換えられ、運行中止となっている。一部が再上とされ、 西木川鉄道2に2編成が2009年9月19日から、とことこトレインとして運行。1編成が平常線と1300年再開場で、ハートフルトラムとして運行されている。アンパンマンのテーマパークとして、長島スパーランドのシャトルループ西川の旧駐車場部分の土地に2010年4月23日にオープンした。入場料は1500円。 中京テレビと長島観光開発株式会社、株式会社アンパンマンチルドレンスミュージアムの共同出資により設置されている。施設内ではアンパンマンのショーが催され、アトラクションも付随する。また、関連グッズのショップや飲食店も設置されている。横浜アンパンマン子供ミュージアムに続く国内2カ所目のアンパンマン子供ミュージアムである。 開館当日と、その翌日には、中京テレビの生放送番組、ラッキーと、幸せの黄色い子犬が、同所から生放送された。このほか、開業前には、中京テレビのグルメ情報バラエティ番組、PS のメンバーである、高田純次と、柴田理恵が、番組企画で、工事の手伝い、ミュージアム内にある、面白いウィンドウのはめ込み業をしている。カウントダウンチケットは、 前売り限定で、毎年3万枚の限定発売。コンビニや、チケットピアにて購入が可能。20秒前からの大観覧車オーロラのデジタル時計で、カウントダウンと共に1500発の花火を上げ新年を祝う。このライブの MC は、このライブのスポンサーのアット FM から、黒岩唯一、川本エコが担当する。2007年から2016年の毎年7月に、 園内特設ステージにて行われていた大型屋外フェス。以上4施設は連絡通路を使って相互に行き来可能である。また各ホテル宿泊者専用の長島スパーランド入場ゲートがある。各ホテルに宿泊すると、湯上の島、長島スパーランド、七の里への入場が無料になる特典があるほか、ホテルから各施設への無料送迎サービスなどがある。 長島リゾートは以上の施設と長島スパーランドで形成されている。このほか、主要都市より宿泊付き、関西発は日帰りもありのバスツアーの発売、関西、関東からは高速バスの運行も行われている。有料駐車場は1万3000台の収容台数がある。乗用車の場合、料金は1日1000円であるが、ジャズドリーム長島で物販店3000円。 または飲食に1000円購入すると返金される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。